じゃあ2枚目いきます。ドン、おう、2枚目はホロライブのね、この時わためちゃんでございます。わためちゃんですね。おー、 N カード、また N カードですね。アップです。とてもアップやん。わためちゃんですね。ね、あ、ガチさんだ。ガッチマン、ホラーに改革を。おー、ガチさんがいる。こっちは、あ、来たー、名物ガッチマンさん。辛い疲れにガッチマン V。 ホロホロライブ4期生のわためちゃんですね。なんと私ガッチマンとね、誕生日が6月6日一緒でございます。はい、なので6月6日でね、お祝い、ね、なんか渡辺ちゃんも動画の中で私の誕生日触れてくれたみたいですけど、浩平さんはここの、あ、ガチマンさんや、お誕生日おめでとうございます。6月6日同じお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、ガッチマン V さんもね、ハッピーバースデー、お誕生日が同じというつながりがあって、ガチマンさんアンテバースデーとよ、そう、確かに同じ誕生日だったはず。あと小峠教官も同じ誕生日つながりがあるけど、まあ、パイセンにしようか。違った、すいません。地味にですね、ご連絡させていただきまして、裏でね、お誕生日おめでとうございますというふうに、お互いにちょっとご挨拶したことがあります。はい、渡辺ちゃんですね、4期生ですね、絶好調でとても可愛い羊の女子です。ちょっと今回外見が見えないのでね、R 以上のカードを引きたいかなと思います。同じね、誕生日なんですよ。なんだっけ、例外配達かなんかでも触れててくれたので、ありがとうございます。あ、あったあった、ありがとう。わためとお誕生日同じ人のカプセルってそういうことだったんだ。え、すごい、ガッチマンカプセル。ガッチマンさんだ。わお、やったー、ガッチマンさん手に入れましたよ。わーい、やったー、実質コラボ。じゃあ写真撮ってもらってもいい。まさかこんなところで会えるとは。チコさん、深夜にね、さっき深夜力って書いてあるけどね、確かね、この渡辺ちゃんはね、深夜に結構な頻度で配信をしてたと思うので、長時間配信とかをね、夜中にこう見る人にはちょうどいいかもしれない。多分羊だからね、夜こう見てるとこう眠くなって言っちゃ悪いのか、癒しで寝やすくなるのかもしれない。はい、次行きましょう。あ、あった、これか、あったー、ホラー界の王、あったー、ガチマンさんがあった、ナイスー。はい、続きまして、どんどんいきましょう。せーの、ドン、あー、わためちゃんかぶっちゃいましたね。2回目のわためちゃんでございます。アップですね。ここに来てかぶり始めたか、いよいよ。はい、じゃあ続きましてこちらです。ドン、わためちゃん。わためちゃん3個いきましたね。なんかあれですね、わためちゃん、そのわためちゃん、これ召喚しとくかね。羊は増えるっつってましたからね。なんか羊は9匹ぐらいに増えるっつってたから、わためちゃん増やしとくか。わためちゃんを増やして、間にこれゴリラさんにとくか。コラボとか恐れ多いけどな。なんか、おわ。動画とかね、ザ・フォレストとかのね、動画を、あとシェフィーもだ、動画とか、そう、配信やる前にちょっと勉強しようと思って、見させてもらったんだよね。勝手に。こっちか。なんか雲の上の存在、
な感じがしてる。恐れ多い。